日本一人生を楽しむ二人組マス兄弟です。久しぶりです。久しぶり。今日は休止後2本目の動画かな。今日の動画はなんと僕たち初めて商品紹介していきます。たくさん使いました。ちょっと今から1個ずつ紹介していきたいと思います。はい、それではレッツ。はい、じゃあまず僕から。僕はアクセサリーを4つ買いました。4つも、しかもオール黒のハート。イエイ。いかつお前、いかつお前。まずリングを2つとピアス、人生初ピアスを開けて買いました。ピアス、それとネックレス。これはここにね、ちょっとダイヤが入ってる、かっこいいネックレスを買いました。総額、14万、6万、11万、チェーンと、ペンダントトップで18万みたいな。トータル何円か分からんけど、ドーン、キャー、高すぎやて、さすがに。ね、12月、1月、2月、3月ですね。これはもう1ヶ月ごとに1個ずつ買いましたっていうことで。いや、素晴らしい。フロムハーツ様。ありがとうございます。でもさ、このネックレス、そういえば最近ちぎれたよね。あ、これ買って1ヶ月ちぎれました。修理出したんでね、治りましたけどね。びっくりしましたね。ファンの子にも言われるしね、お前悪魔ついてる。はい、ただお祓いにね、今後行きたいかなと思います。じゃあ次は、僕はアクセサリー、この休止期間中1個しか買ってないんだけど、これがちょうどこの撮ってる月だから3月の15日ね、あの一粒万倍日にちなんで、あのそのね、縁起がいいから買っただけで、そう、私利私欲じゃないんで、こちらです。ダーン、カルティエ。イエーイ。これがお値段が20万円。でもこいつに比べたら別にアクセサリーそんなね、いや僕は1個20万なんか買ってないんで。まあでもね、アクセサリーってね、ちょっと自分のモチベーションも上がるからね、今後もちょっと増やしていきたいなと思います。はい、そしたら次は服の紹介をしていこうかな。こっちの方が多分膨大な量あるから楽しんでいただけるかなと思います。はい、はい、まず最初にアイテムは、今着ているこのバレンシアガのパーカーですね、とズボンも最近買ったんだけど、このバレンシアガのパンツで、フルコーディネートでね、お値段が16万と24万高すぎ。これがあの、こいつがアクセサリーを買ってない理由なんですよ。僕はアクセサリーにお金をかけた分、あの洋服はそんな多くは買ってないんで、僕の方が買ってないかなみたいな。ちょっと僕買いすぎてるで、もう1着連続でいっちゃうんだけど、このブルーのジャケットですね。これ何の変哲もないこのプラダのジャケットね。こちらが48万円高っ。俺初めて知った、48もしたね、それ確か10万ぐらいかなということでね。はい、次じゃあもう僕が刺さっていって、凌介。僕まず1着目、これはアレキサンダーワンの、はい、ニットですね。まあ、これ10万ちょいですね。ちなみにこれは、はい、先日3月25日僕誕生日だったんで、相方のね、青春さんから、買っていただきました。ここで、まあ、僕の出費はゼロです。はい、おめでとう。ありがとう。皆さんもね、おめでとうコメント埋めてください。はい、続いての、僕の紹介するアイテムが、僕スウェット好きなんだけど、本当外でも中でもね、スウェット履くんだけど、これいつだったかな、12月ぐらいにアレキサンダーワンのスウェット、これは定番のやつで5万円ぐらい。そう、よかったらみんなも履いてくださいということで、別に5万も出せんよ。で、これは最近買った、凌介もまだ見てない、あのこれ3代目のオミくんが履いてて、ちょっとかっこいいなと思って。ちなみにそれなんかあれだ、インスタで見たわ。これ絶対新しいやつやろ。あ、分かった。めちゃめちゃかっこいい。このパンツが定価で買えなくてちょっと高くなっちゃったんだけど、定価10万ぐらいで、僕買った金額15万ぐらいプレネ、プレネで無理やり買いました。はい、まあまあプレネを出してまで欲しかった商品ということでね、これいい買い物じゃないですか。ね、3代目になっていきたいと思います。じゃあ次、凌介。はい、じゃあ僕はこれたまたま買った後に気づいたんですけど、これ3代目オミ君とおそろっちみたいな。はい、買った後に気づきました。そっくりさん目指してるよ。本当に可愛いよねそれ。はい、これがこうパッと見せるのがセリーヌのカーディガン。めちゃめちゃ可愛いです、セリーヌのカーディガン。はい、もうね、
まあ、ネットで先に見て買いに行ったんですけど、まあ一目惚れしました。カーディガン持ってなくて1個も、そう、可愛いなと買いました。これが約12万ぐらいですかね、お気に入りのカーディガン。多分あの復帰動画これで撮った気がするわ。そうだね、多分動画で見てる子たちこれがこんなすると思って。確かに、間違いなく分かんない。ここにあのこロゴが入ってるけど、他見たら分かんないもんね、多分。分かんない。 GU はないと思うけど。GU はちょっとないと思うけど。 GU はちょっとないと思うけど、まあいいんですよ、僕が価値を感じたんで。 そうだね、それで、はい、はい、で続いて、僕は T シャツかっこいいの欲しいなと思って、あの一目惚れしたやつこちらです。あのバレンシアガの T シャツ、これバレンシアガですね。こちらのお値段が10万円ぐらいだね。これ復帰動画で確か来たかな。結構お気に入りです。だからたくさん着ていこうかなと思ってます。はい、じゃあ僕もサクッとね。はい、これまたあの、あ、ちょ、さっきまで着てたんですけど、めくれてるんですけど。いや、そこ絶対嫌や。はい、これも、クロモハーツ。これを着た時はもう全部アクセサリーから、はい、服まで全部、ね、クロモハーツコンプリート。可愛いだって初めてね、クロモハーツの子洋服を買ったんですけど、この横のね、この十字とかもめちゃめちゃいいかしら。ここがめっちゃ僕の、はい、好きなポイントでした、ね。はい、クロモハーツさん、まあ、今後も商品増やしていこうかなと思います。はい、クロモハーツのパーカーお値段、これはちょっと安めなんです。クロモハーツの中では安い方なんですけども、8万円ぐらいです、うん。あ、結構買いました。いや、買いましたよ、本当に、ね、大出費。もうここまでだけでね、多分俺も100はいかないですけど。そうだね、まあね、5、6、60ぐらいはいったんじゃないですかね、多分。まあ、でも、ね、見てる人でもしかすると気づいてるかもしれないけど、去年だね、去年の12月に今までで一番高い買い物をしたんですけど、はい、今年頑張るために、うん、今からじゃあその服を、紹介していきたいと思います。はい、じゃあ着てきます。はい、はい、いやいや、活かしてるね、かっこいいね、うん、このマークがね、もうみんなには見えてね、うわっ、あれやっていう。はい、皆さん、やらしいよ、マジ、ナリキン兄弟みたいなね。タイミングだよ、ほんとに。じゃあ僕から紹介しようかな。はい、こちらが、りょうすけと一緒にこれ買いに行ったんだけど、セリーヌのジャケットで、バックがやっぱね、かっこいいんだけど。うん、かっこいいわ。こちらのお値段が、60万円ぐらいですね。いや、高い、ほんとに。価値高いよ、休止中に買うものではない。いや、価値高いよ、本当に。本当にこれね、なんかそもそも買い物行く時にさ、使う金額決めてたじゃん、うん、まあ言っても5万円から10万円ぐらいかなって考えてたんだけど、しっかりしてね、ちょっとやっちゃったよね。いや、ほんまにね、そう、僕、そうだね、買いに行ってね、本当はその日ね、どんだけ高くても10位以内に抑える予定だったんですけどね。おかしい、おかしい買い物してます。はい、そんな僕が買ったのは、はい、ヴィトンの、スタジャンです。まあ見てわかると思う、ヴィトンね、さっき見せましたけど。はい、ヴィトンのスタジャン、これガンちゃんと一緒なんですよ。ガンちゃんパクったみたいなのがあるんですけど、ちょっとすごいね、気になってる。スタジャン絶対あの買いたいって言って、はい、買いました。これバックもめっちゃかっこよくて見えるな、これがね、またマークついてすごいかっこいいんですけどね、これがめちゃめちゃ、これ似合う男になっちゃうよっていう。でもこのワッペンなんかさ、1個追加してもバレなそうじゃない。おばあちゃんとかつけてみたら、いや、殺すよ。いや、はい、こちらのお値段が、なんと、73万円高すぎ、俺より高い。いや、マジで高い、ほんと10万のあれだったんで。そう、あの商品紹介じゃ見せないんですけど、あの靴、この日靴買って、それが3万5000とか、まあいいよ、3万ぐらいですね、うん、3万円の靴を買いました。だからその日75万飛びました、僕。なんでね、今年はなんかこういった商品紹介を毎月ね、はい、あの僕らあの買ったものがあればやっていくので、それも楽しみの一つとしてね、持っていただけたらいいかなと思います。はい、思います。はい、皆さんね、多分ね、お互いのね、こう合計金額が気になってるんじゃないですか。これなんぼ使ってん君たちみたいな、休止中にどこから収入出てきてんのみたいな、え、詐欺してるみたいな、お金どっから出てきてんのみたいな。まっとうに、はい、まっとうに働きました、ちなみに、はい、そんな合計金額、まず僕からトータル全ての合計金額は147万円しかもこれ休止したのは8月なんですけど、僕買い始めたの12月で、12月、1月、2月、今3月なんですけど、この4ヶ月で147万円飛びました。ありがとうございます。使いすぎだね、間違いなく。マジで使ったね、うん、じゃあ続いて、僕の合計金額、発表します。
213万円はい、よいしょ。いやー、僕は150も超えてないでね、可愛く見えてくる200はもういかないっすよ、さすが。いや、まずさ、改めてさ、計算してないからこんな使ってることにびっくりじゃない。いや、そう、俺もここまでいってると思う、100は超えてるとは思ってたけど、うん、ここまでいってると思ってなかったね。100ぐらいの感覚やった、普通に俺は。やばいな。うん、ざっとね、計算できると思いますけど、そんな2人の、はい、合計金額は360万円やりすぎ、マジで。もしかしてメンバーもう一人いる、これいるよね、稼ぎ頭いるもん、いるよねやりすぎてる。いや、まさかこんな使うなんてね、思ってなかったですね。360万、1年生活できるよ、多分。え、そうだね、一人暮らしだったら多分360万全然生活できるよ。てか給料くらいだよね、うん、多分。全然、そうだ、年収360万、うん、全然いると思う。これを糧にね、また今年1年頑張って、そう、年度末とかね、また贅沢ちょっとできるように、あの、僕らも頑張っていくので、ぜひ皆さんに、エンタメをたくさん届けます、今年は。はい、皆さんぜひ、これからの動画毎度、高評価と、まだチャンネル登録してない方お願いします。はい、マスク兄弟、今後とも、よろしくお願いします。いや、使いすぎてるわ。うん、あ、買い物はいい。ちなみにこの後また買い物行きます。うん、この後ちょっと表参道青山行って、ちょっと車見てこようかな、はい、ちょっと見てこようかなと思います。まあ、買うかは分かんないですけどね。そう、とりあえず下見、下見いったね、一旦下見してこようかなみたいな。もし買ってたらまた、ね、はい、来月の動画でね、はい、出ると思います。楽しみにしてください。はい、まあ、そんな感じで今日の動画終わって、また来週ね、あの動画上がると思うんで、ぜひその動画も楽しみにしててください。はい、それではじゃあ、せーの、オーツマスク、バイバーイ、バーン、よし。